ちょっと続きでございます。はい、ですね、キャブの分解してで中ちょっとパーツクリーナーで綺麗にしました。そんなに汚れてなかったですね。もちろんやっぱり若干ね茶色いありますけど、まあ、パーツクリーナーちょっとかけるだけでさーっと落ちていくあれなので、はい、であとは、まあ、オイルその後取り付けて入れてあります。はい、で今オイルポンプのとスロットルのね調整合わせるところをやっております。はい、でちょっとですね、8ですね、8、さてよいしょ、うん、ね、若干合ってないので、いいですね。さて、そしたらはやっぱオイルはね入ってましたね。ここよりも若干下ですけど結構入ってました。はい、入れるようにしたんですね。はい、多分ね鈴木さんがね出荷時に輸入元で組み立ててますけど、輸入元では入れてないと思うんですよ。なぜかというと梱包で買った時にやっぱ入ってたんですよ。なんで、まあ、そういう仕様になったみたいですね。であとバッテリーももう初めから液入りになっちゃったんで、それは液になっちゃったって感じですよね。液入ってない方がね別の方が助かるんですけどね。うん、でまあ補充電して、はい、それでまあ今新車もみんなそうなんですけどね、毒物取り扱いのあれですかね、法律上別だといろいろと問題があるみたいですよね。さて、そんな感じで、これは OK ですね。これを閉める。よいしょ。ちょっとですね、やっぱこのカバーがね、すごく硬いんで、ちょっとね、ちょっとこういうの塗って、スムーズに、動くようにして。まあ、定期的にね、やっぱりこう調整とかする場所なので、あ、これだとなんかあれですね、なんか説明動画みたいで嫌ですね。説明動画じゃないの。であれですよ、ちょっとそういえばねコメントをね動画でねいただいて、あ、コメント返そうと思ったら表示されない、あれ一回消しちゃうんですかね。入力したけどコメント打った後にまた取り消しちゃう、削除しちゃうんですかね。あ、打ったはいいけど、あ、やっぱりちょっとこれやめかなって感じ。どうなんですかね。で、コメント返そうと思うと返せないんで、で、表示もされないんですよ、何にも。通知のとこには出るんですけど、出てるんです、ずっと出てるんですけど、クリックしても、実際は見られないんですよね。はい。そう。
で最初あれ何度もやってんのあれなんでダメなんだ俺なんでダメなんだろうといういろいろ考えてでふとあ削除しちゃってんのかなと思って入力したはいいけどねうんそんな感じがするんですが違うどうなんでしょうかはいそうああのね V ストローム、うん、V ストロームじゃないや何でしたっけ F650GS ダカールねちょっと紹介動画をちょっとですかしたら S がついてたら鈴木なでも分からない確かにそうですねあれねわあどうかなどうなの分かるやっぱりねやっぱりあのマークって重要ですよねうん PM のマークついてるかあれが他のマークがついてるかで全然違うと思うんですよ、うん、やっぱり売れる売れないっていうのも全然違いますねやっぱり BM のディーラーで売ってるのとそうじゃないところで売ってるんじゃねすごい価値に差がやっぱりね出てくると思うんでイメージとかねやっぱりそうですよねあのセラがトヨタのディーラーでディーラーをねディーラー網によってなんか1万5000台くらい売れたっていうなかなかああいうこうね特殊な車そうそう売れないと思うんですけどさすがはトヨタみたいなね感じがするわけですよ、はい、あであとですねあのもう少し広角のカメラで撮ったら撮った方がいいんじゃないですかってねはいであっと思ったんですけど消しちゃったんですねってわかんないですけどはい入力あのコメント返そうと思ったら返せなかったんですよねでそうね思いますよね本当はちゃんと点ね武蔵が映ってるようにやりたいんですけどあとまあできれば全部ね全部映ってるようにしたいんですけどなかなかちょっとね車の中で難しいんですよねもしくはねもっとこうなんかいいっていうと変ですけど なんていうのかなカメラを固定するものがあってでちょっと斜め上の方からねとかそういう感じでできたらいいななんて思ったりもするんですけど、はい、いつもねダッシュボードのところにちょっと置いてやっちゃってるんでずれたりねするんですよね、うん、ちょっとなんかね見苦しい感じになったりねしてしまいますけどそれでこんなねコメントの話ばっかりしていいのかなコメントをねまたあのちょっといただいてであれですあのこっち見ないといけないね。こっちを見ながらやんないと大変、たまにね、ずるっとかやって大変なことしますからね。レーシングですかなんかのその紹介動画ということでね、コメントをいただいたんですよ。で、なんかマフラーとかね、これに合うパーツね、車外パーツとか、あとね、カスタムパーツですかね。あとマフラーとか、車外のマフラーとか、ね、ないんですか。あと値段込みで教えてください。ね。っていう感じで、でちょっとね、Amazon とかで調べたら、いろいろ出てくる、ウィルズウィンとか、マフラーですね、ウィルズウィンとか、あと、M ファクですかね、M ファクトリー。M ファクトリーさんのは、台湾でも売れるようになってるんで、遮熱板、ヒートガードついてるタイプ。やっぱりちょっと純正っぽいんですけど、あれ日本みたいにただのサイレンサー、ね、やっぱりサイレン、他の国は大体サイレンサーだけだったりするじゃないですか、車外っていうとね。でもそれダメみたいなんですよ。なんで、そういう感じで、あ、まだ何もつけてない。後ろつけてないのに。そう。OK ですね。はい。なんで、一応ね、お返しして。で、その後、なんだっけな。で、あ、ありがとうございます。ちょっと見てみますって言って。はい。で、でね、いいのが見つかるといいですね。ちょっとね、コメントさせていただいて。で、そしたら、なんですかね。新車は、いや、欲しいけど、高いっていうね。バイク自体が高いからちょっと なんか悩むっていうねことで、はい、で、しかも新車ってノーマルじゃないですか当たり前なんですけど、うん、メーカーからね来てる状態が、まあ、それがノーマルですから XR でしたね
ノーマルですからね。でノーマルなのにだ結局いじんなきゃいけないね、だそうとしやっぱ高いねっていうことなんで、まあでも確かにね、あでもまあそれがでもいいとこなんでね、何にも触ってないっていう状態って言うんですか、うん、ね触ってない状態ですから、それがいいんだと思うんで、うん、まあ、確かにそれがね、いいところですよねっていう。そしたら、なんか、何ちょっと待ってね。すいません。申し訳ないです。はい、ベトルモーターサイクルです。はい。A。はい。はい。A。はい。A。ああ。サービスマニュアルはですね、取り寄せたことないですね。はい。あるんじゃないかと思いますが、もしですね、どうしても必要ということであれば、スズキの販売店、そちらに登録証を持って行って、サービスマニュアルが欲しいというふうに言ってもらえれば、よほど不親切なところでなければ、じゃあ調べてみます、ちょっと聞いてみますっていうことで、メーカーに問い合わせてくれるんじゃないかと思います。はい、うちでは直接それなんで、うちもスズキの販売知り合いのとこに行って、やってもらうんですよ。聞くんですよ。はい、はい、取説ありますよね。はい。はい。ああ、なるほど。はい。あとはネットで、を探す。そうすると、大体海外で、海外の人は、もう、オープンにしてるんで、見られる可能性はあるんですけどね、どっかしらもしかしたらあるかもしれないですけど、はい、ああなるほど、はい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 、今持ってないですね。はい、すいませんが、はい、とんでもございません。はい、はい、失礼します。すいません、ちょっとこのバイクの問い合わせなんですけど、なんか中古で買われたそうで、はい、でサービスマニュアルとかね、そういったものはないのかっていうんで、ちょっとまあ、販売店ね、スズキの販売店からやっぱりちょっと問い合わせてもらうのが一番いいのかなと、思うところなんですね。うちも持ってないんですよ、これに関しては。まあ、あと他 TF125 とかは初めからついてくるじゃないですか。でもあれもうちは持ってないんですよ。みんなお客さんに渡しちゃってますからね。ないんですよね。はい、そんな感じですけど。あ、それでその、まあ、新車のいいところ、コメントしたらね、なんとかでしたのかな。新車は、まあ、やっぱりいじってない、ノーマルで誰もまだいじってないところがいいところですよねっていう感じしたら、なんかそう、なんか、ね、すごい有名な方らしくて、まあ、私ね、店長武蔵は知らないさんは知らないと思いますが、私はなんか YouTube では一番有名なんです。でなんかだほら、そういう自分で閲覧見たりとかコメントするのとね、実際のやってるチャンネルが違うのかなとかね、いろいろ思ったんですけど、誰なんだろうな、誰、一番有名って誰と思ったんですよ。例えばね、なんとか社長とか、あと、何でしたっけ、
なんとか金 TV とかあるじゃないですか、700万とかねチャンネル登録ある方、有名っていうとその誰だったのちょっとわかん、まあまあわかんない、まあ、しょうがないんですけど、私はちょっとねご存じない、一応ね、例えばほら大体写真とかこうねチャンネルの ID 使われている方だったら大体ほら自分でもやってたりするんで、一応私 見させていただくんですよ、うん、あのコメントいただいたりもしくはチャンネル登録していただいた場合はね、やっぱりはい、でちょっと見てね、ああだからいっぱいありますよね、言わない方がいいですから、私が言ってもねあんまりねあれなんですけど、例えばあの VFR ねライダーの方とかね、あれですよ、なんかポケバイでね、まだ小学生ぐらいだったんですか、あの方は、で子供お子さんなんか走ってて、なんだこれはこいつはね、坊やみたいのがライダーだったとはなって言いたくなっちゃいますけどすいません、はい、とかね、まあ他にもまあいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、でちょっとね最初の方はね、どうなんですかね、チワワチワワクーさんね、チワワね可愛いっすねってね、まあでもねうちの店長も可愛いからなってしょうがないですけど、あとやっぱりねあれですよ、あんまりねこれで言ってもあれなんですけど、まあピーコさんね、 いいですよね、今日のピーコ、ね、やられますね、はい、まあそれはちょっとあれですけど、なんだでしたっけ、あそうそう有名なんですって言われてね、それで私みたいなあれだとやっぱりねバイクっていうのはそのなんて言ったかな、目立ってなんぼですと、はい、目立ってなんぼなんですよ、で例えばやっぱりいっぱい売れてる PCX とかはあれじゃ話になんないと、であれをノーマルで乗ったって何のあれにもならない、だからそのあれだけど、だから別に新車なんじゃなくてその高い高いから中古でマフラーとかが初めからこう交換されているのがで十分なんですよっていうようなあれだったんで、いやー私のコメントは良くなかったみたいでね、ちょっとね、はい、でそういうのあればいいんですけどね、例えばこれがほらシグナス X とかああいうんだと結構あるんですよ、マフラーも初めからね変わってるやつとか、あと PCX でもでも近くのあの洋華堂に泊まってる PCX は吉村のマフラーついてますから、まああるとは思うんですけど、まあ確かに PCX とかねいっぱい走ってるんでね、あんまりね目立たないっていう感じはしますけど、まあシグナスもねそうですよね、そうするとまあレーシング S とかは確かにいいとは思うんですが、ただやっぱりマフラーとかねあんま出てないんですよね、吉村とかね あればいいですけど、まああるのはねウィルズウィンとか、まあ M ファクトリーとかね、まあ台湾にだから台湾とかはその法律上なんかちょっとねあれなんでそういうのがないみたいでちょっと厳しい、ね、でやっぱりあんまりそんなにね数が出てるわけじゃないんですよレーシング S とかは、やっぱりシグナスとかに比べはるかに少ないんですよ、だけどだからそのサードなんていうんですかね社外メーカーがマフラーとかをじゃ作るかっていうとなかなかねそういうところにもこう台湾で売れるんだったらねいいんですけど、ただ台湾では台湾のそのあれがあるんでサイレンサーだけってわけにいかないくなっちゃう、そうするとカバーつけたりなんだりっていうとちょっと見栄えとか考えると、日本のねやっぱ吉村でカバーかっこよくないですもんね、やっぱりね今はだいたいいろんなのありますけど、あまあそれは便利ですけどね、だそうなるとやっぱなかなか作らないのかなっていうね感じがしてくる、ね、うん、で逆にレーシングエースがいっぱい売れて多分目立つようになっちゃったらいっぱい走ってたらやっぱりそれじゃね目立たないからダメ相手にされないのかなと思いますし、そうなるとプジョーのスピードファイトとか、もっと変なのじゃないもっとね珍しいやつありますけどね、まあ、ただ中古となるとねなんか逆にやっぱり売れてないと中古も出て回らないじゃないですか、そのあたりでねちょっと難しいですよね、
どうなんですかね、ちょっと私も何とも言えないんでね、申し訳ないんでね、はい、誰なんですかね、そんな有名だって言うんだから、ね、有名なんですよって言われたんで、そうなんだ、なんかこう隠密でやってるんだろうなっていうね、こう隠してね、やっぱこうすげえと思ったんですけど、そういう人が見てくれてんのとか思ったんですけど、ちょっとわからない、ちょっとねわかんない、まあ、そんな感じ、それは調べられますから、そうで、やっぱコメントとかね、やっぱりありがたいことですよ、うん、ね、人のやつをね、あれだと思うんですけど、例えばほらバイクのお店のやつね、お店のやつ、まあほらいわゆるブログやってる方っていうか、ね、ご自分でバイク購入してやってる方じゃなくて、お店のやつとかだと、例えば何でしたっけ、ヤマハ運動広場の、なんとかなんとか難しい言えない、なんて言ったかな、せめてね中国語とかで読めればね、またちょっと違う、多少はね、できない、そこの方とかね、ほら前向きで建設的なコメントを待ってますみたいな、なんか予防線予防線張ってるよとか思って何気になんか予防線張ってるぞこの人とか思ったんですけど、はい、ちょっとねそんなことをふと思って、うん、確かにね、ああやって有名になってきて、チャンネル登録もなんか4万いくつとかありますがね、でちゃんとねオープニングもかっこいいし、エンディングもね、いいじゃないですか、ね、やっぱりああなってくると、やっぱりね、いろんな方もね、より見る方が、見てる方が増えてくるんで、やっぱりね、いろんなコメントもあるのかなと思うんですが、なんか最近はね、もうコメントちょっと今もう最近はちょっと返せません、ごめんなさいって書いてありますけどね、やっぱり多いんですよね、やっぱりね、そういう大変、いやすごいな、で中にねありました、 CM 多すぎって途中何度も CM が入ってる長すぎ、 CM 多すぎって、うん、確かにね、あれ CM 入るの嫌ですよね、 CM 途中パッパッと入るのがね、 でほら CM 用にね、じゃあこの次は CM の後でとか言うわけにいかないじゃないですか、意外にブスッと切れるじゃないですか、だからあれがちょっとね、あれ CM の本数とかってなんかいっぱい入っ、どうなんですかあれね、いっぱい入ってたりするのと少ない、あんまり要は真ん中全然入ってないとか、何が違うんですかね、私はちょっとわからないんですけど、どうなんですかね、あんまりね、私もちょっとそういう方と知り合いじゃないんで、いっぱいこうもねやってる方と、どうなんですかね、こんにちは、あ、こんにちは、知ってる、誰か教えてくれない、教えてくれない、にわか明太子さんと教えてくれないですか、ダメです、なんかね、一回収益化が止まって、200から1000になったってことで、チャンネル登録がね、でまた1000になった、この間、なんかちょっと前になられましてね、で祝、1000って、だからまた多分収益化になってると思うんですよ、明太子さんはね、だからどうなのかなとかね、そうですよね、だって十何分の映像に動画に CM が途中になんかあれ見たらこう黄色くなってるじゃないですか、ポチポチがあるじゃないですか、だから2回3回入ってると思って、うわすげえ、確かにコメントまず見てね、わーっと、やっぱりね、まあ、ない方がいいですよね。テレビとかもね、CM 長いじゃないですか、2分とかね。で、大体わかるじゃないですか、CM だって。で、2分ぐらいにあってね。散々 CM 見せられて。回したくなっちゃうんですよね。ねえ、それでもね、見たいっていうぐらいの、ものだったらいいですけどね。せめて CM スキップできる CM ならいいですけどね、CM できない、スキップできないじゃないですか。何を言ってるんですか、私はね。余計な。スポンサーですからね、あれもしね自分のところに乗ったらね、でしょ、やっぱりスポンサーも、まあ、スポンサーっていうのは変、ちょっと違いますけど、でもねやっぱり重要なんでしょうね、うん、
よくテレビとかなんだってやっぱりスポンサーのねスポンサーに対してなんかそういうマイナスになること絶対できないって言うじゃないですか。例えばね飲料でもねなんとか社が、ね、スポンサーだったら他の、ね、飲料のやつをこの画面とかに出さないとかねやっぱりそうなんですよねやっぱりね商品とかね。だからねどうなんですかね、うん、嬉しいでしょうねお金少しでも入ってくるとね、うん、でもちろんそれが少しじゃない人もいっぱいいるといなんかいるらしいですからねでそうなるとねやっぱり嬉しいのかなって、ねうん、どっちが嬉しいんですかねあのそういうなんとかなんじゃ分かんないですけど実際にバイクが売れてねで、利益が入る整備して利益が入るのとまあ、ヤマハのバイクが売れてね利益が入るのと動画見る人が多くてその収益が入るどっちがいいんですかね難しいですね、私がもしねこうやってです全然もう CM の例えばね万が一ですよ、ま、どうなっててもねいやもう収益化しないってずっとねそのままやってればねいや重要なのはやっぱりお客さんに来てもらうことですからなんてねそんなあのね言えたらすごいですけど多分いや少しでもお金が欲しいですなんてねあのなもう月に何百円でも何千円でもある入ると嬉しいですみたいなそれが現実かもしれないですけどね分かんないでも分かんないですよね、はい、下手なことは言わない何にも言わない、はい、自分はもしあのチャンネル登録が増えても収益化しないなんてね言ってねやってたらお前ふざけんなよっつってね言われますねあの逆の方がいい？いや早く収益にならないかなって言っててあのそんなんなかってもやんないとあれどうして CM いつまでも流れないんですかねなんてねいやっつってまあどっちにしてもねあれですけどね、そういうのはねまあいつになるか分かんないんでねあのまあ、うん、いつかねそうなるといいですそういうねそういう悩みもすらもないんでね、うん、別に関係ないんであれなんですけどそういうのがあるとやっぱりでもそしたら見てる人が多くなれば多くなるほどやっぱりね動画とかだってちゃんとしたものをねこう用意しなきゃいけないわけじゃないですか、ね、それに見合ったものね見て面白かったりねためになるまあためになるのはちょっとあれかもしれないですけどそういうね動画を用意しなきゃいけないやっぱりそれね大変ですからね、うん、なんかまあそんなあれ話をねあれしてもあれなんですけど。さあこれからですねあリアキャリアはねあと残り1個だあるんですよだからこれにお付けできるんですねでもリアキャリアはどうします取り付けましょうかリアキャリアは別に持ってってお渡ししましょうかってあ取り付けないで別でいいですっておっしゃってたんで、うん、のこうノーマルでちょっと楽で嬉しいちょっとだけ楽なんですねやんな触んなくていいんでねここをね、はい、ここにウィンカーつけちゃっていいんで、はい、これね外してるんですよ実はウィンカー本当はついてるんです初めからちょっといろいろあるツーストなんでね新車本来だったら型認定取るようなあれだったら絶対取れない売れないんですけど、まあ、一応ね、はい、競技車っていう名目でやってるんで、はい、いろいろ、うん、そんな感じで私余計なこと言ってますかね親父さんの代からこの代になって取り付けてるとことかをね取ってます前なんかで取ってるんでもしね見ていただくとね幸いでございます、はい、組み立てなんかやってますからね、はい、なので、そのあたりはちょっとね、またさっき電話ってね TS180 あなんだと思ったら中古で買ったんですけどちょっと違った残念すいません、余計なことでした長々とおしよう